抱きしめたい真実の物語は2014年2月1日に東方系にて公開された日本映画。北海道しり市を舞台に交通事故により、左半身の麻痺と記憶障害の後遺症を抱えて、車椅子での生活を送る女性と平凡なタクシードライバーとの実話に基づく純愛物語。キャッチコピーは、この幸せは永遠だと思っていた。 北海道放送の制作で TBS 系の報道番組報道の魂にて2011年7月3日に放送されたドキュメンタリー記憶障害の花嫁最後の微笑みを原案として二人が出会ってからの一年間の恋愛に特に焦点を当てて余命一ヶ月の花嫁に続く障害者と健常者のラブストーリー企画として制作された活発で スポーツが得意な女性、司は高校時代に遭遇した交通事故がもとで左半身が不自由となり車椅子での生活を送っていた。また、事故の後遺症による記憶障害で覚えたことをすぐに忘れてしまう。それでも前向きに生きる司はある日ごく平凡で笑顔が魅力的なタクシードライバー、正美と出会って恋に落ちる。互いに惹かれ合う二人は 様々な困難を乗り越えて、やがて結婚を決意、つかさのお腹には小さな命が宿る。しかし、この幸せが永遠に続けばいいのにと願う二人を待ち受けるのは過酷な運命だった。本作は一部の役名に実在人物の名前が当てられている。撮影は、網走市を中心に、北見市や目満別空港、サロマ湖などにて、氷点下20度近くの極寒の中で、 ロケが行われ、エキストラ募集には1000人を超える応募が集まった。2011年7月3日に、北海道放送制作として、TBSK で放送された、記憶障害の花嫁最後の微笑みをもとに本作が作られている。6年間の取材によって作られた、この番組は2011年、第36回 JNN ネットワーク競技会賞を受賞した。 映画、抱きしめたいでもこのドキュメンタリー取材で撮影された映像が使われている。漫画、抱きしめたいはこのドキュメンタリーを中心に描かれている。全国311スクリーンで公開され、2014年2月3日付、全国映画動員ランキングでは、初登場2位となった。公開初週の土日二日間の成績は、動員万六千九十四人、公衆二億七。 610万2、650円で、8対92の割合で女性が干渉しており、年齢別の割合では16から19歳が26.3%、20代が20%、13から15歳が18.8%、40代が12.9%、30代が10.6%となっている。ピア映画初日満足度ランキングで1位を記録した。 公開6週目の時点で11位、累計動員117万7968人、累計講習は13億9、450万4、850円を記録した。ありがとうございます。